はい、どうも皆さんこんにちは。こちらの映画ラジオの時間です。2023年ももう終わりますね。今年は例年に比べて時間が経つのが早くて、まずはですね、今年もこのチャンネルを見ていただいて応援いただいて本当にありがとうございました。皆さんがいることでこのチャンネルを続けていこうと思えています。ということで今年の映画締めということで、毎年恒例のベスト10を発表していこうと思います。対象は例年同様、こちゃの映画ラジオが映画館で鑑賞した80本を対象とさせていただきます。この年間ランキングを発表するのは今回で3回目となりますが、今までで一番悩みました。というのも、今年を代表する分かりやすいヒット作、名作みたいなものが意外となくて、上半期のランキングも出したんですけど、そこから全然順位も変わっていますし、いろんな作品を書き出していろんな観点で比較してみて、ようやく10作品の順番が決まりました。では動画も長くなりそうなので、早速10位の発表から参りたいと思います。10位から4位までは比較的サクサクいきますね。それでは2023年公開映画ベスト10第10位はこちら。第10位はパーフェクトデイズです。今年のカンヌ国際映画祭で柳楽優弥さん以来日本人2人目の男優賞に輝いた役所広司さん主演映画です。実はこの動画を作り始めた時はこの10位のポジションに別の作品がランクインしていたんですね。ただ12月22日にこの作品が公開されてから改めて吟味した結果、ランクインすべきだと判断しギリギリで差し替えました。東京渋谷でトイレの清掃員として働く平山の日常を描いたドラマで、衝撃的な事件や展開などはなく、ただただ彼の日常を描くだけの作品なんですが、日々のルーティンワークの中に小さな喜びや変化があって、必ずしも同じ一日というのは存在しないんですよね。自分が掃除したトイレを使ってくれること、姪っ子が家出をして自分の家に遊びに来ること、些細なことから喜びを感じる平山に本当に会いたくなる作品ですし、終始音楽が素晴らしくじんわり感動する作品です。平山はいつも木から差し込む木漏れ日をフィルムカメラで撮影しているんですが、この木漏れ日のように同じように見えても全く同じ瞬間というものは存在せずに、そのどれもが美しい、そんな日常の一瞬の美しさを教えてくれた素敵な作品だったので第10位に選ばせていただきました。続いて第9位の発表です。第9位はこちら。第9位はスパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースです。今年も5つの観点で採点しながら順位を決めているのですが、ここでも10点満点が登場です。スパイダーマンシリーズのアニメ版ですが、このシリーズは言わずもがなアニメ業界に一種の革命を起こし、映画をまるでミュージックビデオのような楽しくもおしゃれな風味に仕上げる手腕が見事です。前作でアカデミー賞を受賞しましたが、今作も大きな期待を超えて素晴らしいアニメーションを見せてくれました。また今作は前作以上に多くのマルチバースのスパイダーマンが登場し、実写版ともクロスオーバーする内容で脚本面でも観客を驚かせてくれましたね。これまでの全てのスパイダーマンの運命にマイルズがどう立ち向かっていくのか、続編が非常に気になる形で終わったので次回作への期待も込めての9位とさせていただきます。続いて第8位の発表です。第8位はこちら。第8位はバビロンです。セッションやララランドで知名度をぐんと上げたデイミアン・チャゼル監督作。これは公開当時から絶賛と酷評のコメントが多く、今年1位賛否両論という言葉が似合う作品かもしれません。1920年代のハリウッド黄金時代を舞台に、狂った熱狂とクレイジーな業界を描いた作品で、冒頭から象の糞まみれになるというなかなか衝撃的なシーンから始まるのですが、サイレント映画からトーキー映画への変化の波に押しつぶされていくスターの苦悩を描きつつ、映画というコンテンツがこれまで紡がれてきた歴史を描いた作品ですが、ラストでターミネーターやアバター、マトリックスなどの名だたる名作のシーンが次々流れ、サイレント映画やトーキー映画の時代に本気で映画を作りたいと思った人たちの思いが、映画というコンテンツを途切れさせることなくより進化させてくれたことによって、100年以上の時を超えて現代の私たちにまで届いているのだという壮大なメッセージがあのシーンに詰まっていたような気がして、すごい感動したんですよね。
映画というジャンルを描いた作品はこれまでもたくさんありましたが、個人的にこのジャンルの中で一番刺さったので第8位に選出させていただきました。ちなみにこの個別動画ありというマークがある作品は僕のチャンネルで個別に感想解説動画を出しているものなので、気になる方は概要欄に動画のリンクを掲載しておくのでそちらも見ていただけると嬉しいです。さあ続いて第7位の発表です。第7位はこちら。第7位はキングダム運命の炎です。昨年公開された一つ前の作品キングダム2遥かなる大地へもう2022年のランキングに入っていたのですが、その続編にあたる今作も見事にランクインしてきましたね。僕はこのシリーズ好きみたいです。今作は吉沢亮さん演じる衛星の過去編を前半で描き、後半は原作でも人気の馬陽の戦いを描いています。前作は戦の圧倒的なスケール感が日本映画の歴史を塗り替えた点を評価しランクインさせていただいたのですが、今作では前半部分の衛星の核変がめちゃくちゃ良かったですね。アンさん演じる鹿が亡くなるシーンや苦難を乗り越え衛星が本来の自分を取り戻していく様子がある種爽快にも感じるような演出で描かれており、キングダムシリーズの新たな一面を見れたことも良かったです。あとこの実写版は脇役をかっこよく描くのが抜群に上手なので原作以上の魅力を引き出してくれたのも評価したいです。以上のような理由で第7位に選ばせていただきました。来年夏にも4作品目が公開予定なのでそれがまたランクインするのか僕自身も気になるところです。続いて第6位の発表です。第6位はこちら。第6位はジョンウィックコンセクエンスです。今年のアクション映画を語る上でこの作品は欠かせなかったですね。キアヌ・リーブス主演の超人気シリーズ4作品目となった今作、僕はこのシリーズ自体は知っていたものの映画館で鑑賞するのは初めてだったんですね。 IMAX で鑑賞したんですがめちゃくちゃ楽しくてエンタメとしての完成度高かったですね。アクションシーンに音楽をうまく混ぜ合わせてミュージックビデオのような仕上がりの斬新で楽しいシーンが多かったのと、ヴィランが非常に魅力的で敵に合わせて戦い方を変えながら様々なアクションを見せてくれるので全く飽きることなく鑑賞できた点もポイント高めですね。特に好きだったのはドニーエン演じるケインですね。彼は盲目なので座頭市スタイルで敵をバタバタ倒していくんですが、強者の余裕を感じさせる佇まいと一瞬のキレ、ジョンウィックに負けず劣らない魅力的なキャラでした。続編にもぜひ彼を再登場させてほしいですね。さあ折り返しですね。続いて第5位の発表です。第5位はこちら。第5位はブルージャイアントです。この作品は上半期ベストの時にも紹介させていただいた作品ですが、年間ランキングにも入り込んできました、ね、ジャズの世界に魅了されテナーサックスを始めた仙台の高校生宮本大が上京して新たな仲間と共にバンドを組み日本最高のジャズクラブソーブルーに出演するまでを描いた作品で、原作は今も続いている超人気コミックですが劇場で鑑賞した時の感動は忘れられないですね。僕は原作未読でどんな作品なのか知らなかったのですが、今作を鑑賞してから原作コミックを集め始めました。人生のバイブルになる作品の一つだと思いますし、本当に音が聞こえてきそうな描写に脱帽しますね。映画では超一流のアーティストが彼らの音を奏でるのですが、映画の域を超えて完全にライブステージなんですよね。なのでもちろん音楽は10点満点をつけさせていただきます。映画を通じてジャズの魅力にどっぷりハマってしまうような傑作ですので、人によっては1位とかも全然あり得ると思います。映画の枠をはみ出して多くの感動を与えてくれたという点で第5位に選ばせていただきます。続いて第4位の発表です。第4位はこちら。第4位は最後まで行くです。劇場で鑑賞して最近ネットフリックスでも配信されたのでもう1回見たんですけど、やっぱり最高に面白かったですね。もともとは2014年に韓国で公開された映画で、今作はそれを日本版にリメイクしたものとなります。監督を務めたのは余命10年やヴィレッジなども手掛ける藤井道人監督。今作はジャンルで区切るとアクションエンターテインメントかなと思うのですが、僕にとっては今年一番笑った作品でした。まるで一つの壮大なコントを見ているような作品でした。本作は人を跳ねた刑事工藤とそれを追いかける監察官矢崎を中心とした一つの事件にまつわる真相を二つの視点から描いていく作品となっています。二
人の刑事がそれぞれずっとまずい状況に置かれているので、その場しのぎで行動していくとさらにまずい状況に追い込まれていって、どんどん笑えない状況に陥っていく負の連鎖が面白くてですね、思わず突っ込みながら映画を鑑賞してしまう自分がいましたね。主演を演じた岡田准一さんと綾野剛さんの演技が素晴らしかったので、キャストは10点満点をつけさせていただきました。さあいよいよトップ3の発表です。皆さんが好きだったあの作品も入っているのでしょうか。それではいきましょう。2023年公開映画ベスト3の発表です。第3位はこちら。第3位はガーディアンズオブギャラクシーボリューム3です。さすがにこれは入りますよね。上半期ベストの作品がここでランクインです。マーベル作品史上僕が一番好きな作品であり、今年一番泣いてしまった一本です。マーベルの大人気シリーズガーディアンズオブギャラクシーの最終作であり、このシリーズを監督してきたジェームズ・ガンが DC に移籍したため最後のマーベル作品となります。個別の動画でもお話したんですが、マーベルがヒットした要因であるユニバースという考え方、この設定に依存することなく、ちゃんとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズだけで完結できる魅力があるのがすごいのと、一人一人の戦闘力は決して高くないので、戦闘に派手さはないんですが、チームとしてファンになってしまうような、それぞれのキャラクター性や考え方がかなり魅力的に描かれているんですね。正直、前作のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスまでは、そこまでハマっていなかったですけど、今作はメンバーの一人、ロケットにフォーカスした物語になっていて、彼の生い立ちから彼自身の自己肯定を描いた、これまでとはまた別の視点から描かれた作品になっていて、今作を見ることで過去作の見方も変わってしまうような非常に重要な作品だと感じさせられました。僕が大号泣したシーンは最後にチームが解散することになってみんなでノリノリでダンスを踊るシーンなのですが、もうこのチームを見ることがなくなることが想像以上に寂しくて、自分でも驚くくらい泣いちゃいましたね。一番泣いてしまった作品ということで第3位に選出させていただきます。続いて第2位の発表です。第2位はこちら。第2位はグランツーリスモです。完全にノーマークだったんですが、鑑賞した時の衝撃がすごすぎて開いた口が塞がらなかった圧巻のエンタメ超大作です。個人的にはロマンを感じさせてくれたという点で今年のトップガン枠でした。トップガンよりも印象に残っているのはこの作品が実話を元に描かれているという点ですね。グランツーリスモというゲームを得意とする青年がゲームで培った技術で本物のレーサーになるというフィクションでも十分に通用する設定ですが、それをまさか本当に実現している人がいるというのがにわかに信じがたかったですし、ずっと実話という説得力があって鳥肌立ちまくりでした。さらに驚くことはこの作品のスタントを物語の元になったレーサーが演じているということですね。今作を監督したニール・ブロムカンプは僕が好きな監督の一人で、これまで大宮地区やチャッピーなど SF を得意とする監督というイメージだったんですが、今作のようなノンフィクション映画もすごいクオリティで仕上げてくるあたり、さすがという感じでしたね。どうやって撮影しているんだっていうシーンが多くて、それもかなり革新的な撮影方法を用いているみたいです。軒並み高得点をつけさせていただいておりますが、物語の強さという点で脚本と独自性を満点にさせていただきました。多分今年一番人におすすめした映画でもあるので、驚きとおすすめしたくなるという理由も含めて第2位です。さあ残すところあと1本ですね。こちらの映画ラジオが選ぶ2023年公開映画第1位はこの作品です。第1位は性欲です。原作は浅井亮さんの小説で、すでに小説の方がかなり有名で実写化された作品です。今年は面白い作品も多くて、これまでのランキングを振り返ってみても割と大味のエンタメ作品が多いかなと思ったんですが、そんな中僕の中の1位はこれなんですよね。なんでこれを1位に選んだのかというと、この映画のキャッチコピーにも書いてある通りなんですが、見る前の自分には戻れないからです。公開されたのが11月上旬ですが、鑑賞してからずっと脳裏に焼き付いて離れない、鑑賞後もずっと尾を引いている、頭から離れなくなった作品です。
特殊な性癖を持った2人の男女と普通の価値観のみを信じるケンジ、決して相入れない考え、交わらない人生を歩むはずが、一つの事件をきっかけに価値観の渦に飲み込まれていくという、幸福と絶望が交互に描かれ、グラングランに心が揺さぶられてしまう作品となっていますが、僕に限らず多くの人が普通の価値観を持つケンジ側の目線で鑑賞すると思うんですね。だからこそこの作品の結末に壮絶なショックを受けてしまうというか、自分が生きていく上で捉えている範囲の多様性は決して万能ではなく、そこから抜け落ちちゃってしまっている人たちが世の中には絶対に存在していて、そういう人たちにとっては今の世界は生きにくい世界だと言わざるを得ない絶望が存在している。今作では水フェチという極めて特殊な設定で描かれていましたが、ここまで極端に描くからこそメッセージが持つパワーをもろに食らってしまいました。今年最も衝撃を受けた作品ということで第1位とさせていただきます。以上で2023年公開映画ベスト10の発表を終わっていきます。今動画作りながら気づいたんですけど、上半期のベスト5作品全部ランクインしてますね。だいたい例年後半の映画が印象的なのでランクインするのが多い傾向にあるんですが、今年は上半期にも印象的な作品が多かったということですね。さて来年はどうなるのか。こちらも毎年恒例ですが、年明けに2024年公開予定作品についても動画を出しますので、そちらもぜひお楽しみに。そして皆さん良いお年を。以上でこの動画終わっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。